イタリアのユーロビジョンソングコンテストでは、イタリアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。イタリアは1956年大会から1997年大会までの間、頻繁にユーロビジョン大会に参加していた。イタリアは第一回のユーロビジョンに参加していた7カ国のうちの一つである。1997年以降、イタリアは不参加を続けていた。 2010年大会で欧州放送連合はイタリアや同様に2008年から不参加を続けていたオーストリアの復帰のために努力する旨を表明したものの両国の復帰を実現することはできなかった。しかし2010年12月イタリアは2011年大会に参加することが公式に確定しイタリアは13年に及ぶ不参加に終止符を打ち 大会に復帰することとなった。イタリアは過去に何度かにわたってユーロビジョンへの不参加を繰り返している。最初の不参加は1981年大会でのことであり、この時イタリア放送協会は自国における大会への興味がなくなっているとした。この不参加は1982年大会でも続けられ、1983年大会に復帰した。 1986年大会でもライは不参加を決定し、再び大会を欠場した。ライは大会参加への意欲に欠けるとして、1994年大会から1996年大会まで再度の不参加となった。1997年大会には参加したものの、その後は理由を表明することなく、大会から離脱した。2008年、ピンス・テンペラと、 かつてのユーロビジョン優勝者とト,トクトゥーニョは、イタリアのユーロビジョン不参加への遺憾を表明し、大会への復帰を求めた。2008年大会の優勝者、ジーマ・ビラーンをはじめとする2008年、大会参加者たちが、ライユーノで放送され、ラファエラ・コラが司会を務める、イタリアの小番組、カーンバ・チェ・フォルトゥーナに参加した。これが、イタリアのユーロビジョンへの復帰を願ってのコラ主導による、 ものなのかは明らかではないが、ユーロビジョンソングコンテストのマネージャーコミュニケーションズ &PR であるエッチ・バッカーは現在もイタリアの大会参加はとても歓迎すべきことだと述べた。2010年12月2日、イタリアがユーロビジョンソングコンテスト2011への参加申請を行ったことが公式に発表された。同年12月31日、 最終的な参加国が確定され、イタリアのユーロビジョン参加が決定した。これによりイタリアは1997年以来14年ぶりに大会に復帰することとなった。イタリアはユーロビジョンソングコンテスト1974の内での放送を拒否した。これはジリオラ・チンクエッティによる楽曲がこの年のイタリアの離婚に関する国民投票と時期的に一致したことによる 国民投票は大会の1ヶ月以上後であり、チンクエッティは2位入賞を果たしたものの、イタリアはこの大会とチンクエッティの楽曲の放映を拒絶した。これは、チンクエッティによるイタリアの参加曲の曲名が S と題され、歌してもこれが繰り返されるため、国民投票で賛成票を投じさせるサブリミナル効果をもたらす、プロパガンダとなる危険性をラインが危惧したことによる、 この楽曲は、その後1ヶ月以上にわたって、イタリアでは放送禁止が続いた。イタリアから高得点が送られた国々、イタリアに高得点を送った国々、出展。ありがとうございます。